皆さんこんばんは、ななみです。今日はなんでキッチンからお送りしてるかというと、私は本当にあの料理動画をあんまりアップしないので、なんかそれを見たいっていうリクエストがめちゃくちゃ多くて、でなんかそんな大した料理は私いつも作ってなくて、本当に今日もズボラ飯をやる予定なんですけど、普段ね、そう、私メイク動画しか撮ってきてないから、ほとんど、あと服の紹介とかそういうのばっかりだから、まあいつかやれたらいいなと思ったんだけど、まあタイミングがあったのでやってみたいと思います。でちなみに私はエプロンしないタイプなので、エプロンはしません。もう着てる服もユニクロのなんか袖長いやつ着てますはい、じゃあやっていきます。材料はこんな感じ。とりあえず具的なものはこの、この辺ですね。で調味料とかはこの辺ですね、はい、で作ってきます。料理と自分を映すのがちょっと難しいので、なんか私のこの辺映ってることになると思いますが、よろしくお願いします。イエイ、はい、じゃあまず最初手洗います。作っていきます。あとね、マグロがね、ちゃんとしたなんていうの、一本で売ってるのがなくて、なのでこの切れてるやつをそのまま半分に切るみたいな感じで使います。なんか本当にさ、料理動画撮ってる人ってすごいなと思うんだけどさ、なんかもう一刻も早く終わらしたいからさ、撮らないんだよねじゃあこちらサーモン、サーモンも同じように切っていきたいので、ちょっと私向きとか全然知らないんだけど、魚の美味しく切れる適当に切ってます。ほんと自分で料理を作るとさ、なんかあんまり美味しいとかってなんか感動がないよね。だいたい目分量なんだけど、醤油だいたいこうとかそんな感じで入れてきます。5杯、まあ、でもちょっと今日サーモンが入ってるので6ぐらいでいこうかな。はい、こんな感じでいいかな。はい、醤油入れました。そしたらみりんですね。みりん大さじ3ですね。もう全部私は目分量なので、こんな感じで入れて、であとごま油、さっきちょっと用意しとくの忘れちゃったんだけど、もうほんとこういうことになっちゃうんだけど、大さじを1ぐらいですね入れて、ほいでほいで、にんにくも入れます。これ好みでいいんですけど、うちは結構多めで、はい、こんな感じでいいかな。で、あとわさびも入れてもいいんだけど、まあ、これは好みですね。うちは大人勢しか食べないので、おーおー、まあ溶けるでしょう。よし、あとごまもここで入れちゃいます。これも大さじ1ぐらいでいいかな。こんなもんでいいでしょう。そしたらこれを中に入れちゃいます。さっきのマグロとサーモンを漬けにしたいので入れましょう。でこれジップロックに入れてやるんですけど、いつもでもちょっと今日はボウルに入れてやってみましたよいしょ、混ぜれました。ちょっとこぼれちゃいそうなので、この辺がギリ、はい。じゃあそしたら、どんどん野菜を切っていきます。玉ねぎ、普通の玉ねぎでも全然大丈夫です。ただ私はたまたま家にあったので、こっちの豪華な方見栄えがいい方を使います。
これ切ったら水にさらしてちょっと辛みを飛ばします。ね、ペッと入れて、で水入れるだけです。余ったらサラダにも使えるし、いろいろ使えるので、このまま水にさらしておきます。水を入れました。このまま置いておきますね。はい、続いてきゅうり、きゅうりを切っていきます。まあ一口大って感じなので、こんな感じで良いでしょう。あんまりなんか分厚くしすぎても食べるときになんかね、きゅうりまんまって感じがしちゃうので、大葉もお好みでいいんですけど、切っていきます。超いい匂い。すごい、もうすでにコロンと取れちゃうやつだ。パンッとくり抜いて、このさ、アボカドってやっぱコストコのが美味しいよね。大きいし、なんかもう買ってすぐ使うことはできないんだけど、ちょっとね、置いてから使う感じ。切っていきます。なんか全部四角くなるように切れれば。あ、ねえ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 よ。はい、そしたらこれにきゅうり入れていきます。はい、これを混ぜ混ぜしておきましょう。そしたら次が玉ねぎを入れます。これむずいな。見せながら作るのが難しい。ちょっと全部は入れないんですけど、ちょっと切りすぎちゃったから、軽く半分ぐらい、さっきの半分ぐらいを入れまして、ちょっと一旦混ぜます。一旦混ぜます。アボカドは一番最後にして、あんまり崩れないようにします。一番最後にアボカドを入れます。もうすでにカラフルなんですけどもあんまりね、アボカドがぐじゅぐじゅにならない程度に混ぜて、また置いておきます。とりあえず完成したので、こっち置いといて、で、ね、次これ冷凍のブロッコリーとエビなんですけど、これを解凍しといたので、これを炒めます。オリーブオイルで。カメラを移動させますね。で、オリーブオイルをかけます。はい、でそしたらこのブロッコリーとエビを入れます。まあ、超楽なメニューを作っちゃってるけど大丈夫かな。マジ楽だよ。このエビの色が変わるまで炒めます。で、特に味付けはしないです。なんでかっていうと、これを使うからブロッコリーのアーリオオーリオ、こちらを使うからです。これね、2袋入ってるやつ。マジで混ぜるだけでいいから楽でしょうね。超時間短縮。こういうのに頼ってもいいと思うのよ、私は。はい。え？うん。車いたの？ブーブー？あ、曇っちゃう。
に料理ってもう最初はマジで下手くそすぎて、でも教わったこともそんなにないから、なんか独自でっていうかサイト見て作るとかしかできなくて、まあ、今もサイトとか YouTube とか見ますけど、さあなんか自分のアイデアで料理できる人ってマジですごいと思う。私未だにね、これ入れにこれ入れたら美味しいかもみたいなのあんまないのそういう感覚がないの、うん、だからさ料理の幅を広げるのが本当に大変だった。豚炒められたかな。そしたらこちら入れます。秘密兵器リーサルウーポンの投入です。イエーイ。でちょっとね濃すぎてしまうこともあるので、ちょっと様子見ながらエビとブロッコリーの量を見ながら足した方がいいと思う。こんなもんで良いでしょうか。ちょっと見栄えがね悪いですけども、できました。じゃ、梨を抜きまーす。何ショットやねん。あの皮むき器を使うタイプです。なんでかっていうと、うまく削れなくて身をすっごい削ってしまってもったいないので、もうそろそろ10年ですよ、結婚して。ですけど、ずっと皮むきを使ってますね一生なんか上手くなる気がしないから。フルーツなんて一瞬で消えるからいいんですよ、適当で。誰に見せるわけでもないとか言いつつ、今日は世界配信しちゃってるわけだけどよいしょ、オッケー、きた。息子のご飯をやってきます。はい、お米入れました。この牛丼の余りを入れます。きんぴらの余りも乗せてきます。これはもうすでに切っておいたので、アンパンマンの鼻に打ち込みます。切っておいたリンゴちゃんを乗せます。はい、もうこんな感じで適当飯になっちゃいますがはい、一緒にお昼を食べていきます。はい、じゃあご飯を入れたので、ここにさっき作ったアヒポキを具を入れていきましょう。アンパンマン、アンパンマン、アンパンマン、うん、おいしそう。あ、美味しそうねって言ってくれたの、ありがとう。美味しそう、おいしそう。美味しそうですか。はい、で、でさっきちぎっておいた大葉を乗せます。これまあ一番最初に乗せてもいいんですけど、これを真ん中に、はい、卵をこんな感じで乗せます。ネギをまたこんな感じで上からかけて完成かな。で今ね、豚汁、昨日の余りの豚汁を温めてまして、出来上がりました。こんな感じでアヒポキ丼完成。イエーイできました。完成。おはよう。おはよう何その声完成いたしました。旦那の卵は潰れましたはい、潰れてしまいましたが、じゃあいただきたいと思いますね。ああ、
ただきます。はい、いただきます。おいしい。今回もね、サーモンを入れたの。うまいの、こんなの。おいしい。うん、おいしい。あとね、これ、アパーマン。アパーマン。前回大葉入れなかったのに大葉入れたの。うん、美味しくない？こっちの方が美味しいよ。チーは帰ってくるの遅いから。なんで？あの、読書感想文のなんか聖書やんなきゃいけない、残ってる。え、じゃあ、あれはオンラインはやんないんだって今日。あ、それを受けてやってくるんじゃ、もうあれじゃん、4時近くになるよ。人形先生と2人でなんか話すのかな何話してるんだ不思議だよね。うわ、うん、上手。リンゴ取れた。リンゴ、すごい。リンゴもあるけど、もう2歳だね。もう2歳だよ、超早い。そんなに一緒にいるって感じ。うん、ついこの前、まあついこの前って言ったら嘘だけど、生まれたばっかの感じはするけど。年取るわけだわ。そうだよ、ちょいわ、ちょいわいや。めちゃくちゃ元気じゃん。超元気。どうせー。はい、ごちそうさまでした。これもフライス。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバーイ。美味しかった。やった